こんにちは、瀬戸内ラボです。今回は備前長船刀剣博物館に来ています。現在こちらでは太刀無名一文字三丁毛の展示が行われています。こちらは刀剣、国宝となっている刀剣なんですけど、今回はその魅力をゆっくりとご覧ください。よろしくお願いします。ちょっといろいろとご質問させていただきたいんですけど、まずこちらね、三丁毛ですけど、いつ頃作られたものなんですか？そうですね、鎌倉中期、今からまあ700年ほど前になりますね。700年も前に作られた刀がこんなに綺麗に残っているんですね。そうですね、日本は結構湿度が高いので刀の保存にはもともと適さない土地なんですけれども、皆さん昔の人たちから大変大切にされて今の時代まで残ってるっていうことは、それだけすごく思い入れが強かったんだと思います。もともとこの刀は一体どなたが所有されてた、使われてたとか所有されてたものなんですか？一番最初の人はちょっとわからないですけれども、戦国時代、いわゆる戦国時代ですね、その時代になると上杉謙信、越後 の戦国武将、もしくは、ね、戦国大名と言われてた人が持ってたとされます。でその後息子の景勝に渡されて、でその後代々米沢、山形県の米沢市にある、米沢藩に代々伝わってたものになります。すごく有名な武将ですよね。実際に戦で使われたりとかしたっていうことなんですかね？一応使われたとはされてます。ただ謙信が持って使ったとは記録には残ってませんので、刃のところに誉れ傷っていう傷があるんですけれども、それが一応戦闘で使われたっていう形になります。ただこれが先ほども言いました通り謙信の時代に使われたものなのか、それよりも前に買ったものなのか、ちょっとよく分かってないので、なるほど。じゃあこの素晴らしい刀ですけど、一体なぜこの瀬戸内氏が所有するっていう経緯に至ったんですか？そうですね、もともとこの刀自身が作られたのが福岡一文字って言われてる刀工集団によって作られました。その福岡一文字っていうのがいわゆる瀬戸内氏の今の福岡地域に拠点を持ってた刀工集団が福岡一文字藩になりますけれども、その人たちが作ったので700年から800年前ぶりに里帰りをさせようという形で交流に至りました。刀剣の魅力っていうのは一体どういうところにあると思われますか？そうですね、刀自身が先ほども言いました通り、日本は保存に適さない地域になります。ただ刀自身を大切にしていこうという気持ちがあったので今まで残っています。で、刀の魅力っていうのはこの、
芸術品って言われてるものになります。これって1枚の鉄の棒をこう、叩いて伸ばして作るわけではなくて、うん、玉鋼っていう材料から折り返して、まあ、いわゆる、まあ、練って、うん、刀を作る、まあ、いわ折り返し鍛錬とかいうことを何回もして、でこれ厚さがこれぐらいなんですけれども、この厚さに3000、3万枚の層があるんです。うん、でそれを伸ばして作ってる、なのでいわゆる鉄の芸術品とも言われているものなんです。でもちろんこちらには付属のこしらえがついてます。そちらも漆芸とか、それから金材の金工細工で、日本の伝統技術がふんだんに使われているものになります。なので刀は鉄の、まあ、ただの棒というよりは鉄の芸術品っていうので見どころがあると思います。刀に関しては、刀剣に関しては包丁みたいにこう研いだりするものではないんですよね。使ったら多分研ぐんだと思います。ただ今ピカピカに綺麗にしてますけれども、実際使われた時には多分砥石でガリガリやって、まあ、切れる、当然元の価値は武器ですから、よく切れないとダメなんです。なので、まあ、研いだりはするんですけれども、ただ現在使われることほとんどございませんので、砥石で綺麗に研ぎ師さんが研いで今の状態にしてます。これは包丁の研ぐのとは全然違う研ぎ方になりますので、やっぱ専門家が研ぐのと、それから家で包丁研ぐのとでは全然違う仕上がりになってきます。そのポン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 ってね、よく私たちが拝見するのを最後に仕上げにするっていうイメージなんですけど、あれは油を取ってるだけなので、はい、油の薄い膜で刀を保護しているんです。湿気ですごく刀錆びちゃうので、もう本当に薄い油のコーティングみたいな形ですると刀が長持ちすることになるんです。ただ油も酸化してきますので、それを取るために打ち粉って言われてる、あれ砥石の粉とか、それからまあが主な原料になるんですけれども、それで油を、まあ、吸着させて取ってる。そして あれをした後に必ずまた新しい油を引いていくという形になります。すごくじゃあ繊細に手入れをされて、はい、保存されてるっていうことですね。そうですね。昔からそういうやり方をされてきてますので、放っといたら1週間というか1日で錆びちゃうんですけれども、大切にされてたから今の時代に残ってる。刀が好きな人とか、刀 所持者さんっていうのは、大抵の人が刀を所持してるとは言わないんです。前の時代から預かってると、で次の時代に伝えていくというようなお預かりしているという形を取ることが多いので、そういう扱い表現の仕方に関しても大切にしているというのが分かってくると思います。まさに宝ですね。長船の刀剣博物館さんでの今後の展望というか、はい、皆さんにこういった有名なね貴重な刀を展示することで、はい、どういったことを伝えていきたいとかっていうのはありますか？そうですね、長船っていう地域自身が刀の生産地であったことを伝えていく。では刀が好きな人はもうそんなのよく分かってるよっていう形なんですけれども、そうではなくて一般の方、地域の人たちにすごく大切にされるのが重要だと思っております。なのでいい刀がたくさんあるイコール良質な産地ではなくて、自分の実は先祖が刀鍛冶とか刀に携わる人っていうのが分かっていただくっていうのがメインに私はしたいと思っておりますので、生産地の誇り、そしてどんな刀が作られていたのかなっていうのを見ていただくっていう展示を心がけようと思っております。それに加えて当然
全国の方々からいろんな人に来ていただきたいので、岡山とか瀬戸内市っていうのはこんな素晴らしい産業があったんだよとかいうことをたくさん知っていただきたいと思っております。それを作るきっかけとしていろんな展示をしていこうと思っておりますので、はい、もちろんこの宝としての素晴らしさも国宝としての点もあると思うんですけど、それを今度作っていく技術もどんどん伝統していくっていうことなんですね。とても絶対失われてはいけない技術ですもんね、はい、ありがとうございます。ではまだそういった刀剣を実際見たことない方、私も今日実際初めて目にしたんですけど、はい、すごく引き込まれるオーラというかものがあるんですけど、はいはい、見たことない方、これから行ってみたいなって思われる方いらっしゃると思うので、よかったら一言何かメッセージをお願いできますか。そうですね、刀っていうのはいろんな種類があります。なので見方がわからないなとかいうようなことがございましたら、お気軽に聞いていただく、もしくは初心者向けの展示、山頂ものだったら羽毛のような刃の部分の文様が出てるんですけれども、これを見ることによって、時代とか地域性が分かってきますので、そういうところが見どころになりますので、そういう見るきっかけ作りにも足しげく通っていただき、より知識を高めていただければと思っております、はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。本日は備前長船刀剣博物館にて太刀無名一文字山頂毛についてお伝えしました。ぜひ皆様実際に足を運んでいただいて、刀剣の美しさ、職人さんの技術力の素晴らしさ、そして歴史、たくさん実際に触れていただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。